写真拡大。7月31日に行われたロッテ対楽天戦、 ZOZO マリンで生まれた振ってないのに空振り三振の珍事が話題となっている。投球がバットのグリップエンドに当たり、捕手がダイレクト捕球する珍しい光景をパーソルパリーグ TV 公式 YouTube が動画で公開すると、わずか1日ほどで再生数40万回を超えている。2回2死走者なしの場面で打席に入ったのは楽天太田。ロッテ石川がフルカウントから投じた141キロ直球はインハイへ。明らかなボール球に太田はバットを止めたが、球審はバットに当たったというジェスチャーで三振を宣告した。バットを振ってはいないが、ボールがグリップエンドにかすり、捕手田村がこれをミットに収めたため、ファウルチップで三振という判定。この珍プレーをパーソルパリーグ TV は、振ってないのに空振り三振を取られたわけとのタイトルで動画を公開すると、 SNS などでも話題となり、公開すからわずか1日ほどで再生数40万回となっている。動画では目を凝らして見ても当たっているかどうかわからないほどの際どいシーンながら見事なジャッジ。決定的瞬間を見逃さなかった石山球審を称える声が数多く上がっている。フルカウント編集部。